はい、テッシーです。頑張れ五右衛門外伝、天下の財宝です。ボスですね、行きましょう。ちょっと待って、もう一度いいですか。回復してると、行きましょう。9万ですよ、9万、行こうどうでもいいわみたいな。おい、我がカラクリスターにようこそ。我がじゃねえだろ、パヨパヨ星人から奪い取ったやつだろうと。私の名前はカラクリ仮面。こいつか、なんか赤い服着た忍者って言われてたの。ちょっと赤いし、鍵をわざわざ持ってきてくれたことに感謝しているよ。何、貴様が黒幕か。のーほほ、私の計画は素晴らしいでしょう。利用できるものはすべて利用し、私はただお宝がやってくるのを待っているだけ。ウーム、ベリーグッドね。はあ、さあその鍵を私に起こしなさい。渡すかバカ野郎、嫌なこったい。おいらたちはてめえをコテンパンにするためここに来たんだ。そっちこそ鍵をよこせってんだ。はあ、なんですって。仕方ありません、力づくでいただくしかないようですね。鍵が、あ、王者の鍵で得たこの私の力を見よう。最後が王者の鍵出た、カラクリキング出ました。でかいよ、でかい。もう言ったでしょ、バキバキのやつって。まあいつも通り電光パンチで、シウですかね。最初はちょっとやっぱ防御をかけてあげてっていうところですね。バーリアがペモでいっとくか。ペモシウム、行こう。もう何が来ても動じないタイプですよね、これ。うい、220、いいね。で、シウで小竜太を守ってあげると。いっけ、痛い。大雷鳴。まあまあ、お、そうか、バリアーね、もう忘れてるっていうね、クワガタ並みの思考っていうね。まあまあまあ、でも全然いけそうですね、この状態だったら。バーリアをまあまあ徐々にやってあげれば、あとは最後もうガンガン攻撃だけだと。いくぜ、うい、ペモシウム。結局いくつ使ってました？あ、やっぱ5ですか。これなかなかだな。まあでもバーリアですから、ですからっていう。シーウいらねえか、これ。これみんながピンチになったらリフォール使えばいいパターンじゃない？なんかそんな気がしません？ちょっとそれでいきますか。調子に乗っていっちゃいますか。波竜変化、うい。若干バーリアとシーを張ったからね。うい、200ぴったり。ほい、いいね。おお、ほらほら、全然余裕、クソ余裕。電光パンチだ、ゴラーと。タートルアタック、チュ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 。よし、オッケー。おっと、関係ないねと。この野郎、もう振り切って、もうバリバリ振り切りの攻撃。恐怖におののけ、ウィーウィーだ。じゃあペモシウムが切れるぐらいで倒せるとちょうどいいかな。ガン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 、痛い、それは痛いよ。バカの一つ覚えが、それは効かぬのだよ。リフォールが30残ってれば大丈夫だからね。全然余裕。タートルアタック、波竜変化、ペモシウムだと。まあ相手がね、タフだからね、この野郎。ウィード、
3800って言いましたからね、まあ、結構まだ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 ありますよ、ね、おっとやるじゃないか。ただここでリフオールどうなんだろう。ちょっと一回ホット使ってあげてタートルアタックリフォールでいこうか。これで完璧じゃないか、完璧じゃないか。うい282。さあどうするよカラクリキングさんよ。まあ4対1だからね、言ってもね、そこがなかなかっていう。おお、ペオめっちゃビビってる。なんで単体来たみたいな。俺んとこかいみたいな。ペモがなくなっちゃうんで、ゴエモンが一番ダメージ少ないんでね。これで、一番効率よくいこう。波流じゃ。もうすぐ。でも、まだ、まだか。7回目でしょ、ペモシウムが。これでちょうど2七重視1400だからね、まだまだしぶといよ。ういペモビビってるビビってる。まああと1回ぐらい大丈夫だろう。おお28しか回復してない。まあまあまあいいでしょう、いいだろうと。この野郎と、もう振り切り、もうここは行くっしょ、この野郎と。いやーしぶといね。でももうきついんじゃない。おい決まりました、ありがとうございますと。オッケー、王者の、あ、これでこれで、おっと無念。こうなればお前たちも道連れだ。あるある、自爆しちゃう、あるあるパターン。ゲッ昭和ゲッ。でここが王者の鍵ってことか。おはははは違う。早く早く早く。敵は出ない、ちょっと待って、敵出ないから出る出るとかやったらウケるけど。ちょ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 、ええどこ、ここどこよ。あはこれで帰れるんか。うわぁ。でも宝箱回収できないパターンか。ははははは。お、満月島に到着。パイパイ星人をパイパイ星に送ってくるペモ。ペモシウム。ペモシウム。まあいいや、これは？お、茶屋、茶屋だ。満月島茶店よーと。覗き山には特別な扉があって中に入れないのよ。この島の望み山にはすごい財宝が隠されているそうだぜベイビー。ま、おいらな関係ない話だけどよ。ふっ、やったぜベイビー、いいね。おい、ありがとうございますと。これもうボスいけますね。で、ここで、ビーホイッスルでしたっけ？カモン、飛ぶんビー。曲。自社から、丸パクリ。これで、まあ、移動できるっていうことですよね。どこなんだろうね、ここね。三日月島で情報ありましたっけ？おっと、もう宇宙だと。ってことは、もう右上あたりなのかな？満月だけに。全然違う、違うね。あ、でもそんな感じか。右上あたりにありそうだよね。イメージ的に。あれ？これだもんね。ちょっと位置関係。いや、もうボス行っちゃいますか。2連戦だけれども行っちゃいましょう。記録エンディングまで一気に行くよ
行くよ。行くときは一緒だよ。行こう。お、曲。いいね。おー、はずき。あ、ゴエモンさん。怪しげ洞窟のおばばに聞いてここに来たの。あ、私も連れてってくれるでしょ。おー、行く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 。もちろんだと思う。あ、それと、え、なに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 、金のハンマー。なにこれ。よっしゃ、いいじゃない。オッケー。なんで6万5千に戻ってんだお前は。なんで忍と、ちょっと。ちょっと、まさ、俺の政宗。どういうことよ。マジかよ。マジか、葉月お前。王者の鍵で扉を開けよう。はい。あ、なるほど。これで開けると。スピーダーの声、まあまあ、いいっす、いいっす、いいっす。マジかよ、葉月。ここはもう敵出ないっすね。で、王者と来たら熱いぞ影、そうっすね。どんどん、その、手に入れた、鍵、後ろから、後ろから使っていく、という感じになってます。OK、行こう。で、次は何でしたっけ？サムイナの鍵かな。いいね。で、これで、その、願いを封印してると。人間がそれを手に入れちゃうと、何でしたっけ？怠けちゃうからってね。ぴょん、ぴょん長老が言ってましたから。ラビラビ村。ラビラビもちょっと怪しいよね。ラビラビですよ、ラビラビ。くねくねまおまおとかね。もうちょっと、もうちょっと痛かったな。でもやっぱり満月、まあ満月島もそうですけども、月にはうさぎっていうことなのかな。おー、懐かしいな。白ゲイとかグラツ使ってきた、あのギター使い、ギター侍みたいなやつ。ギター侍みたいではないか。ギター持ってたやつ。あそこら辺から、その本当にガチのボス戦になってきたよね。おたけびの鍵も運よく手に入れたし、悪魔の森でね。はい。その後ね、運よく 3D のダンジョン迷宮クリアできたのも嬉しい思い出。で、あれ？真っ暗家の鍵。ドラキュラくんね。で、最後、大地の鍵。大地の鍵はどこで手に入れたんだっけ。あ、これあれか。あの、モグラマップだな。そこで手に入れたと。で、こいつはなんでモグラマップは預けらんねんだと。で、文句言ってたとこですね。はい。来ましたよと。もう一回降りてってとこですね。これ本当にもうラスボス。お、ラストです。ああ。ドラゴンボール。はい。はい。はいって感じですね。で、敵も出てないので、マックスですよね。じゃあ、行きましょうか。はい。ゴエモンハン、これが願い玉でっか。ほな、早速だ、山盛り。はい、そうですね。まあ、待て待て。まず地球がバラバラになるのを止めなきゃいけねえだろうが、そうだね。はい、願い玉よ、地球がバラバラになるのを止めてくれ。その願い聞き信ぜよと。こんなもんかな。おお、すごいと。てか本当に叶ったのかどうかってどう証明するんだろうね。ほな、次はワテの願いを。お、どうした葉月。待ちな、後の願い事はこの俺様がするんだ。え？え？どないしたんでっか、葉月ちゃん。まだ気づかないのか、この歩く福田。面白いね。面白い。
歩く福笑い目が、おお、百面相、案内ご苦労だったな。わしの影武者のからくり仮面はやられてしまったが、こいつさえ手に入れば。ということはお前が、そう、泥棒大会も謎の円盤もすべてわしが仕組んだこと。なるほど。何はともあれ、これで世界中の金銀財宝やビューティフルなギャルがわしのものに。グフフフフ。それはどうかな。誰だ。お、本物ですね。葉月ちゃん、遅くなってごめんなさい。政宗は持ってんのか。五右衛門さんたちのおかげで地球がバラバラになるのは収まったみたいよ。あ、そうか、マグマで様子見てくれてたのか。ほんまに願いが叶いましたかな。百面相、あなたの負けを観念しなさい。やだよ急にどうした。願い玉がある限りわしは負けとらんわい。あなたはおばばから預かった金のハンマーが何に使うものか知らないでしょう。え、あれは願い玉を唯一壊すことができるハンマーなのよ。え、おばばはこうなることを知っててあなたにハンマーを渡したの。人の心を惑わす宝は本当の宝じゃないわ。いいね、いいこと言う。確かに。五右衛門さん、金のハンマーで願い玉を、願い玉を叩き割って。これは確かに迷う、確かに迷う。これは五右衛門さん、分かった分かった、やるやる。確かに努力もせず何でも願いが叶う宝なんて本当の宝じゃねえ。辛いことや楽しいことを一緒に分かち合える家族や友達、そして明日への希望が本当の宝。それが天下の財宝だ。ということでタイトルにつながるわけですね。ちょっともったいないけど、この一撃で願い玉を打ち砕いてやる。あ、五右衛門はん、せめてわての些細なる願いを言ってからに必殺五右衛門ブレイク。うわぁ、わしの願い玉が。おっさん、つらいのはわても一緒やって同類色もちょっと一緒だし、わしの最大の変身でぶっ飛ばしてやる。出た、ハイパー面相。ということでラスボスですね。よし、行きましょう。まあまあまあ、いつも通り電光パンチですね。というよりこっちで行こう、風車で行こうかな。いや、ちょっと待って待って待って、ここは待って、いや、もう行っちゃいましょうか。いや、風車ですね、風車行こう。風車、タートルアタック、ちょっとどういう攻撃してくるか見たいんで、もう最初は全力で行こう。で、葉月さ、お前、本当に政宗持ってるかどうかって、教えてくんないんだ、もう。この状態になっちゃうんだ、光手裏剣。行こう。あ、竜変化だ。カナクリキングと戦っとんじゃ、こっちは。お前のハイパーとか知らんねんっていう。あー、いいね、光手裏剣。風車だ、これが強いのよ。220、いいね。これ地震だ、知らねえな。あのカラクリキングを超えなければお前はもうその場でジエンドだぜ。うぃー、風車、もうこのために取ってたようなもんですからね。タートルアタックやるんだったらもう風車いっちゃおうぜ。もうガンガンいっちゃおうぜ。いや、でもちょっとこれは取っとこう、取っとこうっていうか五右衛門が使う方が一番いいからね。電光パンチね、最初はめちゃめちゃ強かったけれど、もう一個五右衛門なんか強いの覚えてもよかったかなって。まあでもそれ覚えさせすぎだろうっていうあれだったかもしれんね。なんかもう倒した気分で話してますけどね。ウィーだ。おお !120。な
かなかだけれども、まだまだいける、まだいける。風車だこの野郎。タートルアタック波竜変化光手裏剣だ。お、コリューター、コリューター早いっすね。いいね。なんだったらスーパーおにぎりありますからね。うい、光手裏剣ノーガード戦法。おっと、大火炎。そのパターンも知ってる。大ムカデでこっちはやってますから一回。ういーだ。そっか、ゴエモン一番遅くなっちゃうんか。じゃあゴエモンで使えないから、そうね、ゴエモン、あ、風車まだあるじゃん、まだあるじゃん。コリュータでやるしかないね。これはしか、ハズキでもいいのかな。ハズキでいいか。ハズキでスーパーおにぎり使おう。ちょっとでもダメージ与える方で。よし、オッケー、グイード。ハズキからのおにぎり、これ美味しいよね。エビスマル、団子はなくなったけれどもめっちゃ回復した。1ターン目と同じだぜ。いやーでも強いっちゃ強いよね。よし、ちょっと油断したらちょっとやばいからね。4000ぐらいかな。そしたらこいつ結構結構強いね。タフだな。もうないよねっていう。よし、電光パンチだ。もうすごいお世話になってますっていうね。電光パンチには電光パンチが一番長いよね。ガン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 って一番好き。あのね、子供の時はね100しか与えられないからあんまりだったんだけどもね、もうこの電光パンチのエフェクトですよね、もう好きっていう。ウィーと、さあ行こう、ウィーっていうね。やっぱいいね、やっぱいいわこれ。電光パンチ、もうノーガードですよ。ノーガード戦法でいっちゃいますわ。なんだったら必殺使えますか。必殺いっちゃいますか。そしたら次ウィーと、光手裏剣、もういけるでしょう、さすがにっていうね。一回リフォール使っとくか。おーっす、危ない危ない。一回リフ、あ、やばいやばい。コリュータ回復できねえ。ちょっと待て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 。これで回復して、慌てるな慌てるな。リフリラでコリュータを回復して、違う、コリュータが自分で回復すりゃいいんだ。自分で回復し、あ、ステだよね。うん、タートルアタックで自分で自分回復してっていうね。そうすれば絶対大丈夫だから。で次リフオール使えるようになってるから、ドイード。オッケー、全然余裕、クソ余裕。ウィード、ホットドッグだ。なんでカッコつけてんの。で電光パンチ、タートルアタック、リフオール、ホットドッグですね。行こう、完璧。もう運が良ければこのターンで倒せるんじゃないの。
まあ数字がものを言いますから運とかあれじゃないですけども、言っちゃう可能性ありますよね。ここでうぃー、はずきー、あーまあまだまだか、まだまだって感じか。いやー必殺使いたかったんですけどね。はずきしなでるとちょっと、あやべ、ちょっとやばくね、ちょっとやばいね。そうか、コリュータがコリュータが回復できないな。なるほど、なかなかだな。最後はやっぱ五右衛門と恵比寿丸でってことなのかな、これは。あ、次必殺いけますね。やっちゃうか。ういういうい、あーまだ決まらんと。福笑い言われたから決めろ。うーわー、まだ決まらない。ちょっといくわこれで決めるとかっこいいぜ。本当の宝だと、みんなと冒険したことが本当の宝だと。シャッチャッチャッ、うえー、200だけ、マジか。え、800ぐらいいってた記憶があるんだけど、なんで。ちょっと待て、これはやばい。リフオルちょっとやばい。まあさすがにもう大丈夫だとは思うんですけどね。おい、オッケー、忍者特装ちゃんと葉月が決めてくれましたね。ひえー、参りました。もう悪いことしないから許して。まあ、根は本当の悪じゃないのかな、どっちかって言ったらね、ちょっと小賢しい方だから、ごめんなさいね、せっかく見つけた願い玉だったのに。いいってことよ。でもちょっともったいなかったな。あ、正直確かに、僕はママ上にいっぱいお土産話ができたからいいけど、わてのお願いはそもそもね、恵比寿丸がね持ってきてくれた話だったからね。とにかくあなたたちのおかげで無事事件も解決できたわ、ありがとう。これでみんな丸く収まったわけだ。さあ帰ろうか、我がふるさとはぐれ町へ。ああ、みんなと別れて帰り道。なあなあ五右衛門はーんちょっと寂しそう。あの願い玉はやっぱりちょっともったいなかったでんな。せめてもう一つぐらいお願いよ。引きずってるごえもんは?どないしたんでっか?じゃーんっていう。それは。高級ブランド、シャナルのデイヤモンドを散りばめた24金のベリーゴージャスなかんざし、ユリ。願い玉を壊す前にちょっとお願いしたのさ。おみっちゃん喜ぶぞということで、ごえもんはね、ちゃっかり願いをしていたというオチですね。なんでか、五右衛門はん自分ばっかり。わての分は。何にも言わずに帰るって。まあ、というね。あら、五右衛門さん、お帰りなさい。今度の旅はどうでしたの?いや、おみっちゃんいいっすね。あ、おみっちゃん。で、プレゼントするっていうところなんですけど、五右衛門はんは、あての分は、ってまだ言ってるけれども、エビちゃんもお帰りなさい。で、おみっちゃんがね、言ってくれるんですよ。そうそう、エビちゃんで思い出したけど、さっきエビちゃんのうちにお団子屋さんがこんなにいっぱいお団子を配達してたけどっていうね、お知らせが。五右衛門はん、ひょっとしてわての分も忘れずに。うるうるうる、もう団子200本以上食ってますからね、一日でね。当たり前じゃねえかっていうね。なんでちょっと焦ってるっていうね。
ちゃんと小竜太たちの分もあの短い間にお願いしたんだぜ。なんだろう小竜太。ゴエモンはん偉い。葉月とか何だったんだろうね。で、1億両のお願いしたんでっか。あ、忘れた。ゴエモンは、人生ってこんなもんですという一番最後のオチですね。ゴエモンさん、今度の旅のお話聞かせてもらえるかしら。え、あ、そうだね。で、めでたしめでたしですね。お土産だと。だゴエモンもね、途中で言ってましたけれども、みんなといる、仲間といるのが一番の宝だと、そういうことでございます。まんじゅうでも食べながら、いや、せっかく恵比寿丸のところに団子来たんだから、それ食おうぜ。ほにほにって恵比寿丸が、まんじゅう団子あるだろっていう、わてにもまんじゅうっていう食い意地がね、最後まで張ってるっていうね。なんだろうね、小竜太たちとかのお土産って気になるね。そっちが気になっちゃう。かくして、ゴエモンたちの旅は終わった。だが、この世に悪い奴らがいる限り、ゴエモンは西へ東へ旅立つぞ。それゆけゴエモン、頑張れゴエモン。ということで、缶ですかね。おお、こんな感じなんだ。頑張れゴエモンガイデン2スタッフ。はい、ということでゲーム実況、今回天下の財宝を、やらせていただきました。最後まで見ていただいた皆さんね、まずは本当にありがとうございます。ゲームのね、バランスもすごい良くてちょうど良かったですね。誰も死なないし、全滅してないし、死ななかった、死んだか、全滅したね、したわ一番最初にしてましたね。何ごまかそうとしてんだっていうね。まあ全滅最初にしましたけれども、それ以降はね、まあパンパパーンって進んでいけたので、すごいやりやすかったです。はい。まあ技ポイントのね、酒おにぎりとね、ホットドッグがね、一番肝だったかなと。早いね、もうおしまいになっちゃったけれども。ということで、ゴエモンとエビスマル踊って、これで終わりなのかな。はい、曲も、まあ終わったということで。次回もね、またなんかゲームやっていきたいと思いますので、ね、次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。